トロンプはオランダ海軍の軽巡洋艦。トロンプ級軽巡洋艦の一番艦。艦名は80年戦争や英乱戦争を戦ったマールテン・トロンプ提督と、その息子であるコーネギス・トロンプ提督にちなんで名付けられた。トロンプはアムステルダムのオランダ造船で建造され、1936年1月17日に寄港。 1937年5月24日に浸水し、1938年8月18日に収益した。当初は共同駆逐艦として計画され、諸外国もそのように認識していた。その後、大日本帝国海軍の水雷戦隊に対抗するために艦型を拡大して駆逐艦隊の機関となる軽巡洋艦となった。収益後は、 とりあえず解剖戦艦ヘルトーク・ヘンドリックの代艦として練習任務に使用される予定だったという。1939年4月28日、オランダ王国のウィルヘルミナ女王とベルナード公はトロンプをお召し艦とし、北海における演習を投函した。8月19日、トロンプは母国を離れ、オランダ領東インドのある極東に向かった。 1940年5月中旬、オランダ王国はナチスドイツにより占領され、オランダ王室はイギリスに亡命して、オランダ亡命政府を樹立した。オランダに残された主要な領土は、今や東インドネシアの植民地になった。1941年11月19日、オーストラリア海軍の軽巡シドニーとドイツ海軍の仮想巡洋艦コルモランが、 愛打ちとなって沈没する。シドニーの全乗組員が行方不明となり、トロンプも連合国の捜索活動を支援した。同年12月8日に太平洋戦争が始まり、日本軍が南方作戦を発動して東南アジアに攻め込んできた。マレー半島の攻略やフィリピンの攻略に目途をつけた日本軍は乱印作戦に本腰を入れ始め、 ボルネオ島に上陸を始めた。1942年2月4日、アブダ司令部の水上艦艇部隊は、オランダ海軍のカレル・ドールマン少将に率いられ、オランダ軽巡2隻、アメリカ重巡洋艦ヒューストン軽巡洋艦、マーブルヘッド随伴駆逐艦,艦とともに、日本船団の攻撃に向かう。だが、マカスサル海峡で、日本海軍の陸上攻撃機。2月中旬、日本軍は、 スマトラ島やカリマンタン島に対する攻略作戦を開始、アブダ艦隊はオランダ軍守備隊を救援するため出撃する。2月14日、ガスパル海峡を航行中のオランダ系巡と英連邦巡洋艦及び駆逐艦,艦部隊を日本海軍の立候部隊と軽空母流上艦上攻撃機体が空襲する。制空権のないアブダ艦隊は反転してバタビアに戻った。 2月19日、日本軍がバリ島にも進攻してきたので、ドールマン帝督は動ける艦艇をかき集めて、迎撃に向かう。トロンプもバリ島に急行したが、安倍敏夫司令が率いる第8区逐隊とバリ島、沖海戦で交戦し、損傷した。スラバヤで応急修理後、オーストラリアへ撤退し、シドニーで修理を受けた。その後は、戦団護衛や空母の護衛に従事した。 1944年7月のクリムズン作戦ではサバンコを攻撃し、その際トロンプも4発被弾した。1945年4月終わりから5月初めにラングーンへの上陸作戦に陽動として行われたアンダマンニコバル諸島への攻撃にトロンプも参加し、ポートブレアなどを砲撃した。その後、アメリカ海軍の第7艦隊に編入され、 バリクパパン侵攻作戦にも参加し終戦まで働いた。第二次大戦後、イギリス太平洋艦隊に所属して戦後処理に参加した後、トロンプは練習艦任務に就いた。1955年12月1日に退役した。1958年に除籍され、1968年12月にスクラップとして売却。 1969年に解体された。ありがとうございます。